何も知らずに撮影現場に向かうのは小森純。すると100人隊に囲まれた。そして危ない。何知らねえ。集中。舞台は打って変わって喫茶店。続いてのターゲットは本村弁護士。雑誌の取材と偽って呼び出した。Thank you.